で、まあ、9月の19日、私も国会の正門前にいました。そしてそこには機動隊のですね、何十台ものバスがいて、8000人の機動隊にがですね、市民の皆さんを囲むようにいるわけですよね。結局機動隊に守られなければ成立させることもできなかった法案だということだというふうに思います。あの時国会の外の声が国会の中に響き渡っていた、その声に後押しされて国会の先生たちも頑張っていた、まあ、そういうこともですね、伝わってきています。これからもですね、国会内外の力を合わせて安倍政権打倒して、この戦争法を廃止するために社民党も頑張ります。そこでこの1ヶ月経ってから10月の7、8でしたかね、世論調査見たら、なんと安倍支持率が逆転してるんですよね。あれ何なんですかね。それからですね、昨日も私松本の駅前でビラ配ってたらですね、そのビラを取って丸めて投げつける人もいるんです。もちろんこの間の私たちの運動に応えて手を振ってくれたり、ビラを取って頑張れって言ってくれる人も増えました。だけど一方でそういう、なんていうんですかね、この戦争法のことをまだ考えきれない、あるいは戦争法っていうよりも自分の飯のことの方が大事だ、あるいは中国や X 国が進めてきたらどうするんだみたいな、まあ、そういう議論が現実の中にあることもこれまた事実です。だから私たちはまだまだ、これはもう唐沢さんが言った通りです、まだまだ広げなきゃいけない、まだまだいろんな隣のおばちゃんにもね、仕事で一生懸命働いてるおじちゃんにもお兄さんにも、もうどん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 広げなければいけないと思うんです。で、その広げる時のポイントは、私はね、立憲主義だと思うんです。立憲主義、立憲主義ってなんだってさっき言っておやきってこれよかったですけどね、でもやっぱり僕はね、立憲主義だと思うんです。で、立憲主義っていうと何ですかそれはって聞かれるから、こっちは答えなきゃいけないですね。で、憲法の第10章に最高法規という規定があります。97条、98条、99条です。よく言われるのは99条ですね。この憲法を守らなきゃいけないのは権力者だ。そして98条は憲法に違反した法律は作ってはいけないって書いてある。そして一番最初に書いてあるのは実は97条。なんて書いてあるか。基本的人権を守らなければならない。それは今生きている人たちだけではなくて、将来に対しても守らなければいけないというのが憲法の最高法規の第一番に書いてあるんです。基本的人権を守るって言ったら、これはね、命が奪われること、今ある暮らしのこと、今一生懸命働いていること、全てが関わってくるんですよ。今この戦争法案にあまり関心の持たない人もいるかもしれない。だけれども、あなたが明日食うこともこれは戦争法案と関わっている。基本的人権が奪われるようなそんな国を作ってはダメだということを広げていくことを通じて、戦争法を廃止する、安倍政権を打倒する。先ほどから参議院選挙の戦い方のことありました。この参議院選挙だけで安倍政権を打倒することはできません。衆議院選挙、そしてまた次の参議院選挙も戦わなければいけません。安倍政権を打倒するまで野党が力を結束して戦い抜く、そのために社民党も頑張ることを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。